さあ今日も元気に別府にやってまいりました。ここは JR 別府駅の西口でございます。今日は久しぶりですね。別府を代表するホテル杉の井ホテルに外泊したいと思いますが、杉の井ホテルは別府駅からちょっと離れてるんですけども、無料のシャトルバスで送ってもらえるんですよね。これです。こっちですね。だいたい1時間に3本ぐらいか。ちょっとまだ10分ぐらい時間があるんで、こちらの待合所の方で待ちたいと思います。これですね、シャトルバス。これに乗って杉の井ホテルまで送ってもらいます。よっしゃー。ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。ホテル到着です。いやすげえ、今回14階やで。ここか。よっしょー。広い。今回はね、和洋室なんですよ。で、もともとはね、女の子を誘って一緒に泊まろうって言ってたんですけども、ドタキャンをされてしまいまして、今回一人で泊まることになってしまいました。今回本館に宿泊っていうことなんですけども、本館が実はもう取り壊しになるんですよ。で、この週末の宿泊がもう最後っていうことで、どうしても最後に泊まりたいと思って、予約をしたんですけども、本館は過去2回ほど泊まったことがありまして、ただその時両方ともね、山側の部屋やったんですね。で、今回海側の部屋に泊まりたいっていうふうに思いましたんで、海側の部屋を予約して、今回14階っていういい部屋を用意していただいたんですけども、景色はご覧の通りです。真っ白ですね。まあこうなることはある程度予測はできたんですけど、前か、しゃあない。じゃあ本館も最後っていうことなんで、ちょっと軽くルームツアーをやっときましょう。まず冷蔵庫で、これウェルカムドリンクやろな。ミネラルウォーターポットがありまして、ここがクローゼットですね。浴衣も置いてあります。ベッドサイドには金庫があって、内線電話、それからこれが USB の、まあ、充電かな。ベッドは2台、ここに椅子が2つありまして、ここにデスクですね。で、これが、手指消毒剤、ティッシュ。これタオル掛けですね。あ、これランもありますね。そしてこちらが和室ということですね。和室の方にテレビがあって、これが空気清浄機か。これはお茶。これはなんかお菓子も置いてありますね。お菓子。で、ここにはおそらく布団でしょう。布団が置いてあります。そしてこちらがバスルームですね。まあ、杉の井ホテルで部屋のバスルーム使う人あんまいないと思うんですけど。で、トイレがあって、で、これがシャンプーリンスボディソープかな。アメニティ関係は、ロビーにアメニティバーっていうところがあって、そこで必要なものを取ってくるっていう形になってますね。今だいたいホテルってそういう仕組みになってますね。いやー、広すぎる。そしたらチェックインの時にいただいたものをチェックしましょう。まずこちらが夕食券、本館近い階のシーズですね。で、これが朝食券、これもシーズです。それから杉の井パレスにゴールドジムあるんですけども、ゴールドジムも利用できる招待券ですね。これはスパザシーダ
中間2階でアロマボディートリートメント、これの割引券かなんかかな。それからこれが杉の湯パレスのゲームコーナーのメダル10枚プレゼント券。そしてこれが手もみほぐしタイムサービス限定割引券ということで、こんな感じでいろいろ券をいただきました。まあ使うのはどうかな、ゲームでも行くかな。あとはゴールドジムがどうかやな。まあ元気やったら行ってみましょうか。以前はこれにね、杉の湯ボールのゲーム券が確かもらえたと思うんですよ。ただ今杉の湯ボールって改修工事に入ってて閉まってるんで、それもちょっと残念やったんですよね。久しぶりにボーリングやってもよかったんですけどね。よし、じゃあちょっと一回外へ出てみましょう。今外に出てきたんですけども、目の前に見えます本館がもう完全に霞んでおります。今回この本館が取り壊しということになりますね。この本館がですね、1971年に建てられたということで、もう50年過ぎたみたいです。そして隣にあるこちらの中館は残るようですね。いや、今日気温が高いんですよ。すごい暖かくて、それもあってこんなすごい霧というかね、真っ白になっちゃってるようです。そしてこちらなんですけども、もともと花館のあったところなんですよね。で、花館は建て替えということで、今現在取り壊しが終わったところぐらいだろうと思います。花館は本館よりも古くて1966年の完成みたいですね。まだ新築の方の案内は出てないようです。まだ解体工事の途中ってことでしょうね。ほんまになんか嫌がらせかっていうぐらい真っ白ですね。これ見てくださいよ、もう本館見えませんからね。そしてこちらが杉の湯パレスですね。杉の湯パレスの中にあります棚湯ですね。これも、来週からかな、16日から改修工事に入るみたいで、しばらく入れなくなるようです。これがプールのアクアビートですかね。アクアビートは行ったことないですけど、ここが杉の湯ボールなんですけど、看板もなんかもう隠れてますね。そして現れました、こちらが今現在一番新しい2時間ですね。2時間はね、今まで2回ほど予約して泊まろうとしたんですけど、緊急事態宣言が出てしまって泊まれなかったっていう。また泊まりに行きたいですけどね。そしてこちら完全にもやがかかってますけど、これが1月26日開業予定の空館です。ここはね、空館専用の大浴場とかレストランとかがあるみたいですよ。ここもまた泊まりたいですね。ということで、今現在オープンしているのが本館、中館、2時間。しばらく本館がなくなるんで、中館と2時間だけになって、で、その後、空館がオープンして3棟になるってことですね。で、後に花館が建て替わったので4棟。本館は取り壊しと。そういうことのようです。この先に空館が見えるはずなんですけど、全く見えないですね。空館はどうなんですかね、杉の湯パレスとなんか渡り廊下がなんか繋がるのかどうかわからないですけど、見た感じそんな雰囲気はなかったですけどね。ここが取り壊しになった花館なんですけども、もともと中館と渡り廊下で繋がってたんですよね。その名残がこれですね。なんか蓋してあります。また新しく花館の後に新棟が建ったら渡り廊下で繋ぐんでしょうね。続々とお客さんが来られております。今日ね、多分ね、かなりお客さん入ってると思うんですよ。本館の地下1階に行ってみましょう。今の時間帯は人誰もいないと思うんですよ。やってるとこがないんでね。ここがね、カラオケなんですけど、コロナ禍になってからもうやってないはずなんですよ。これなんやろな、綿菓子油楽庵。これはちょっと何かわからんですね。あ、これか、綿菓子。これ綿菓子自由に作れるんやな。そして地下1階に、こちらが本館大浴場の緑湯ですね。そしてこの奥が
バイキングレストランのシーズ。まだ今の時間は空いてないですね。あと地下1階にこちら喫煙室があるんですよね。今日お客さんすごいわ。多分満室に近いと思うんですよね。今時刻が15時53分なんですけど、晩ご飯がね、16時45分なんですよ。ご飯の前に緑湯入りに行きたいと思います。よっしゃ行こう。緑湯よし、じゃあ緑湯行こう。緑湯なんですけど、本館は閉館するんですけど、緑湯は残るらしいですね。というのは、棚湯がもう来週から長期間の改修工事に入るんで、2時間とかに泊まってる人とか中館に泊まってる人の大浴場っていうなのが、これ緑湯なくなっちゃうと、もう大浴場がないっていうことになってしまうんで、緑湯はしばらく残るみたいですね。多分、棚湯の改修が終わるまでは残るんじゃないですかね。ってことは、本館の取り壊しっていうのも、もうだいぶ先だと思いますね。せっかく霧が晴れてきたと思ったら、あっという間に、また真っ白になってしまいました。さあ、じゃあ夕食行こう。さあ、それじゃあチーズ一番乗りいきましょうか。時間が21時19分。せっかくなんでね、棚湯行ってみます。前回杉の湯ホテルを利用した時は、別府八斗温泉堂名人の湯体験利用して、棚湯に入ったんですよ。で、お金をね、全然使ってなかったんで、シャトルバス利用するの、ちょっと申し訳ないなと思って利用しなかったんですけど、今回はね、結構なお金払ってますから、もうシャトルバス、ガンガン利用しようと思いますよ。シャトルバスがちょうど出ちゃいましたんで、もう歩いていこう。大した距離じゃないですからね。湯煙がライトアップされております。なかなか綺麗な。杉の井パレスまで徒歩2分ぐらい。この辺は土産物屋さんですね。かなり規模が大きい土産物屋さん。何でもあるんちゃうかな。メダルの引き換え券忘れたけど、すごいな人が。ゲームやめとこうか。いや、棚湯めっちゃ人多かった。サウナが満室でしたよ。こちら目の前はアクアガーデンで、まあ温水プールですね。こっちは空いてるな。14階こんな感じになってるんですけど、一番端までめっちゃ距離ありますよ。これこっち側がこれぐらいですね。でかい。杉の湯ホテルの本館でちょっと気づいたことがあるんですよ。ここ14階なんですけど、なんと13階がないんです。12階になってます。部屋番号も12から始まってます。で、さらに言うと、これ1212なんですけど、次が1214なんですよ。だから13号室ってのはないんですよね。これ今気づきました。
さあ、じゃあ今から寝ようと思うんですけど、これ部屋のね、照明のスイッチがベッドサイドになくて、これ和室のところにあるらしいんですよ。で、それが、ここなんですよね。さあ、ほんじゃ寝よっか。よいしょ。よっしゃ。じゃあ寝ます。おはようございます。いや、晴れ男の本領発揮しましたよ。なかなかいい天気です。遠くにはサンフラワーが入港しようとしてますね。別府市内の様子が綺麗に見えております。日の出はあっちのようですね。ちょっとこっからじゃ見えんのかなぁ。さあ、そしたら朝食行きたいと思います。お疲れ様でした。さすがに朝からはそんなに食えんですね。さあ、ということで、もうぼちぼち帰ろうかなと思うんですけど、いやーもう昨日来た時とは見違えるような景色ですよね。本館最後の宿泊でこの景色見れて本当に良かったです。杉の湯ホテル本館ももう取り壊しということでね、大変お疲れ様でございました。よし、じゃあ帰ろうか。